はい、こんにちは。こんにちは。アフィション今井です。はい。ちょっとかっこいいでしょ、会社。いや、ほんまに外壁塗り直したんですよ。いや、去年のね、あの暮れにね、ちょっと塗り替えさせていただいて、ちょっとオールマックの毛っていう感じの建物にしたんですけど、どうですか。かっこいいですよね、もっと。ありがとうございます、そう言ってもらえると。で、まあ今日はね、かっこいいって言ったらこの建物を紹介したいわけではなくて、なくて入りたての車で、もう納車間近のお客さんのお車ございます。ちょっと紹介しましょう。こっち、ドン。 CV。 はい、CV です、クラウンスポーツ。はい。去年に販売されたクラウンの第2弾、はい。こちらクラウンのスポーツなんですけど、 SUV ですね。いや、ほんまに、今回真っ黒。いや、ほんま渋いっすよね。渋いっすよね。このヘッドランプどうなんのっていう、こうね、流れが、はい。ちょっと一回さっきこれから説明しましょうか。そうしましょうか。入ってきた時に、はい、どこ光るのこのヘッドランプと思って、この辺光るの、どこ光るのとか思ってたんだけど、はい、実際は違いました。一回やります。お願いします。いや、かっこええな。わかりました。はい、全部光ってますね。今全部光ってますか。はい。ちなみにウインカーをつけると、はい、こんな感じです。おっと、ここが全部光るのかっていう。はい、そうですよね。で、これで通常の走り方なんですけど、はい、オフにするとヘッドランプ消しますね。はい。はい、あれ消えましたか。下だけ消えましたね。ということでいくと、ヘッドランプはこちらになるんですよ。おっと、これがヘッドランプ。これはあくまでもスモール&ウインカー。これね、ヘッドランプね、どう考えてもこれフォグランプやんって感じなんだけど、はい、こういう風に変わりました。すごいでしょ。いや、すごいっす。まあ、すごいで言ったらもう前回りだけではないんですけどね。ね、すごいっていうのは、はい、これだけではないんですけど、はい、まあ、当然ボディのこの、なんていうの、グラマラスなボディ。いや、ほんまにしっかりとね、タイヤバリでかいし。バリでかいっす。なんと今回これ純正で、はい、ミシュランのタイヤでね、はい、サイズがなんと、なんとでかいんですよ。21インチなんですよ。21インチ。そうなんですよ。235、45の21。お、235、45の21。これが純正でこのサイズなんですよ、ね。まあ、あの、これはグレードが今回一手しかないんで、はい、あの、ゆくゆくなんか電気の方も出るんですけど、はい、今はこのハイブリッド車一手になります。一、はい、手になって、もうこの価格もね、車両本体590万という税込みで。それのみ。それのみ。今現在それのみ。まあ、オプションで、まあ、パールホワイトとかすると値段はちょっとオプションでかかるんですけど、はい、基本はそれと思ってください。そのグレードを買うと全部ついてる装備はもう一通りついてるんです。へえ。まあ、これを今から内装とかもちょっと見ていくんですけど、はい、今言ったこのアルミホイールもこれはもうこのままです。へえ。あの、買えばもうこれがついてきます。いやいや、かっこいい。かっこいいでしょ。素晴らしいですね。ここもね、なんかね、この辺がちょうどいい、このボリューミー感があって、はい、ちょっとこのまま後ろ、ちょっとこの辺見てもらおうか。ここのね、このラウンドね、はい、いい感じでしょ、ね。じゃあちょっと内装見ていきましょうか。はい、はい、しょ、はい。ちなみにこれはもうつけました。あ、これ純正で売ってるんです、はい、あの、要はカップホルダーね、はい、で、ぴったりサイズでこうついて、ね、売ってるんで。そうです、これオプションです、これはね。ちょっと一回エンジンかけます、はい、ここね、乗ったフィーリングね、はい、波もでかい、でかい、でかい、なんせでかい。でもレーダーもつけましたんで、はい、もう最近のはね、すごいですね、何から何までね。こうやると普通の鏡、はい、で、このレバーを手前に引くとデジタルインナーミラー。ほう、お好みで。そうなんです。で、これデジタルインナーミラーなんだけど、はい、これ後ろ映ってるんですけどね、はい、これにプラスこの中にドラレコもあるんですよ。へえ。だからもう車外でつける必要性がないという、もう電装や泣かせみたいな感じで、ね、もう全部ついてます、ここもね。ほう。でね、はい、あの、何かあったら SOS 押して、これパコンって開けてブチッと押したら呼び出しができます。ほう。あ、これね、サンルーフね。お、サンルーフじゃないな、あの、開きはしないんですよ、ガラスルーフなので。あ、ここまで全開で開きます。え、でも十分。いや、もう開放感は十分だと思います、ね。ここにレバーがあるんで、これで、はい、まあ、オープンでやったりとか、これでクローズ、
これで今閉まっていきます。はい、あ、閉まってきましたね。で当然ルームランプとかこれでもうそんなに明るくはないですね、これはね、はい、でこれを今言った説明の通りで当然装備はもうほとんどフル装備になってます。いや、ね、すごいっすね。これ何か分かれへんやろ。分かんないです。カメラマンさん分からんやろ、はい、これね僕の目をね認識してるんですよ。へー。だからこう運転しとって、はい、僕が目をそらして、はい、よそ見してると何かあったら教えてくれるんです。へすごいですよ。すごい、はい、すごいのがいっぱいついてるんでね。で当然オートエアコンもちろんですね。オートエアコン、はい、でここシートヒーター、はいはい、あ便利なんで言うたらここにね、はい、これあの携帯の今 USB も変わってきてね、差し込むのが C ですね。これそうなんですよ。 C を差し込んで充電できるよっていう感じになってきてるので、へあとはカップホルダーだと。でただカップホルダー2つじゃちょっと物足りんということで今回お客さんが追加でこれをつけていただいたというので結構です、はい。であと純正のオプションでつけたのがこの中見にくいんだけど、はい、ちょっとこっちから映します。この中に USB、HDMI とか、はあ、これオプションでつけました HDMI は、はい、でこれを入れることで、まあ、当然あのファイアスティックとか、そうファイアスティックとかその辺でここのテレビが見れるというかモニターで見れるという感じになります、はい、これねいいですよ使い方ですよ。これだけなんかいろいろとすごい使い方があってね。マジで応援の方が大変です。応援のねまずは大変ですけど覚えてくださいしか言いようないです。これテレビですね、はい、これはテレビが映るようになってます。これも最初から映りますだから、はい、まあ、走行中見れませんけどね。あ、そうですね、はいはい、そこはもうご了承ください、はい、もう前の車に追随するやつね、もう全部ついちゃってます。もうオールでついちゃってますんですごく快適、新しい王冠マークかっこいいですよね、はい、だから全部ちっちゃくなったよね。なんかあとで後ろ見たら笑うんだけどトヨタのエンブレムバリちっちゃい、であとね、はい、もうこれもほんまついてるんですけど AC の 100V、はい、この AC 100V ってすごい役目で、はい、それこそ今ねこの1月1日に震災起こりましたけれども、はい、この車から電気の供給ができるんです。ほー。で最大5日間ぐらい。おお。だからこの中にモバイルバッテリーが積んでるみたいなイメージで考えてくれたら結構です。いや素晴らしい。素晴らしいでしょ。あとオプションで言ったら、はい、本来ここに蓋ないんですけどこれ蓋開けると ETC。 あ、これ蓋もオプションで売ってるんですよ。これそんな高くなかったんですよ。1,500〜1,600円だったんで、これもお客さん追加でつけてもらったんですけど、あった方がいいですね。こうちょっと隠れるんでね、はい、物見えじゃないというこういう感じになっております。いい感じでしょ、はい。でちょっと後ろの席も一回座ろうか、はい、どれぐらいの広さか見たいんでね。確かに後ろの一回広さを見ましょう。でここに座らせてもらいます。こんな感じです。あ、十分。いやもう十分ですよ、十分ですよ、ね、見てる感じも、うん、十分いける感じでしょ。いい感じですね。後ろの人も便利です。これ何があるんですか。タイプ C の充電とか。すごい、もう充電ばっかり、充電ばっかしになるんですけど、まあ便利ですね。真ん中もこれを倒すとですね、ここにコップを置けるんで、あ、便利。それはまあ座りながらこう ゆったりとしながらね、はい、どっか行ってくださいみたいな。で先ほどこれ開けるとこの辺まで来るのですごい開放感あると思います、はい、一回開けます、開けます。そんなんせっかくやからね。確かに後ろから見た感じの開けた雰囲気をね、はい、見ましょう。開けます、はい、ズンズンズンっていくでしょ。いや後ろから見たらめちゃめちゃ開放感ありますね。いい感じですか、はい、ちょっと後ろ乗らせてもらってどれだけの開放感があるか見ましょう、はい、よいしょ。あ、すごいいい感じ。すごいですよ ね、ここまであるんで、まあ、ちょうどど真ん中ぐらいまであるんで、はい、こう後ろに乗っとってもこう全部見れるので、いや、ほんまに圧迫感はないですよね。ないですね、全然。さすがに考えられてる車となりますね、はい、全長がね、そんなに長くないんですよ。へー、よいしょ。いや、僕隠れ便利見つけちゃいましたよ、あの後ろのライト。どこですか。ここの、この眩しく見えちゃいますけど、カメラやったら。あ、めちゃめちゃ便利。まあね、後ろで当然
今言ったらお仕事する方も多いでしょうし、はい、携帯見るときもね、周り明るい方でいいんで。確かに目が悪くなっちゃいますね。このクラウンスポーツのね、はい、全長が、全長が長さですね、はい、472、ええ、4m72cm。 おだから通常今大きい車だねっていうので5メーター弱なんですよ。ほうで、よっぽど大きいのはもう5メーター超えちゃうんですけど、はい、それに比べると、まあ、20センチ近く、はい、15センチぐらいは短い。ほうでも横がめちゃめちゃ広いんです。めちゃめちゃいい。横が見させてもらうと188。へえ。これはめちゃめちゃ大きい。全長短くて横に広いという、だから真正面から真後ろからとか見ると、はい、すごくワイドローというの、要は、うんうん、ワイドアンドローというのかな、横にゾワって広いんですよ。そうです。僕だから前さっき見た時にでかいなと思いましたけど、大きさ聞いて、そうなんです。大きさで言ったらだいぶ長さは短いです。へえ。でもまあ、あの日頃4人乗る分には十分かなとは思うんですけどね。めっちゃ十分な。前後高さは156、1m56 です。はい。だから、まあ、僕の性からしたらだいたい10センチぐらい僕よりかは低いって感じですよね。はい。こういう感じの車になるんですけど、バックも見ていきましょうか。噂のちっちゃいやつ見ましょう。まずクラウンのエンブレムがここに、はい、今時ですよ ね。これこれトヨタマークです。あ、そう、こういう感じね。すごいでしょ。ちっちゃい。これとアップで見たら分からへんけど、離れていってみ。いや、もうこのクラウンの王と同じぐらいの大きさです。王よりちっちゃいかな。いや、ちっちゃいですね。これ何の役目すんのっていうぐらいちっちゃいんですよ。ボタンっぽいですよね。そう。でもここもいいでしょ、この雰囲気。かっこいいですよ。で、当然これ後ろ開けるのは電動です、はい、あのパワーバックドアっていう。後ろも十分広いです。こんだけ荷室あるんで。いや、広いですね。うん。で、さっき言ってた 100V の電源こっちにあります。そうなんです。そこから供給できるんで、電気はね。どう思ってもらったら結構です。どう、広いでしょ。いや、広いっす、うん。で、まあ、これも一応これも絨毯も引いたんですけどね。あ、はいはい、これもオプションとなります。で、当然パワーバックドアですから、当然ここでボタンで閉まります。あ、いいっすね。うん、で開けるときこれで、はい、いけるんです。一つ不思議なのがね、はい、これも途中で止まれへんと思うんだけど、あ、止まった、はい、これバックカメラなんですけど、この横のチョボが、これが意味がわからないんですよ。このチョボは一体何なんだろうっていう。意味がわかるんで教えてもらいたいですね。ね、ちょっと意味わかんないです。で、これももうちゃんとついてあるんで、閉めたらもう見えないというか、中に積んでるものが。ごめんなさい、一回開きますけどね。はい、いい感じでしょ。いい感じです。で、皆さん存じておられるかわからないですけど、去年からなんですけど、ここに今まで星マークのラグビー型のステッカー貼ってたと思うんですよ。ああ、ありましたね。これはもう今はもうないです。あ、今時の車は。あの、はい、去年やったかな、これ変わって、法律じゃないな、トヨタさんの方から変わって、もう貼らなくてもいいという。っていうので、もう今いらなくなりました。だから今何もいらないです。何も貼ってないです、だから。ね、はい。で、ちなみに近々、まあ、この車の場合は車庫のステッカーあるんですけど、はい、今から後から貼るんですけど、はい、もうこれも近々なくなるみたいです。なんと何もかもなくなっていくという、あの、いいのか悪いのか、はい、よう分からんのですけどね。すごいでしょ。ちょっと最後エンジンルームで見ていきましょうか、はい、当然ハイブリッドですから、はい、エンジン静かです。燃費もいいです。ちゃんとクラウンマークを映しなかったですね。あ、これね、今のね、新しいクラウンマークね。あ、これはごめん、はい、クラウンっていう名前やのに、はい、ボンネットはこれで立てなあかんという。あっとちょっとブイって上がると思ってた今。ちょっと僕今初めて開けたんですけど、はい、はい、ハイブリッドレンジこんな感じです。まあビガビガっすね、やっぱり、ね、ビガビガね、もちろんね、ハイブリッドの電池がね、こう供給されるそのオレンジの線があって、はい、いやいや、言えない、やっぱりピカピカは。いや、かっこいいさ、ピカピカは。ねえ、もうもうほんま2、3日の間に納車するんですけど、最後コーティングやって、はい、はい、お届けするという感じになるんですけど。黒はね、コーティングしましょう。絶対いります。絶対いります。もう届いた時でもやっぱりね、はい、うっすらこう傷はやっぱあるんで、はい、202ブラックのまあいいところ悪いところで言ったら、
確かにピカピカの綺麗ですけど、はい、ちょっとした小傷がね目立ったりするので、はい、皆さんこうメンテナンスするときは気をつけてください、はいはい、ただ当然これは5人乗りになります、はい、5人乗りになって排気量は2500になるんですよ。2500cc。 まあでもいいよねこのスタイル。いやかっこいいです、ね、これ今街中走ったらやっぱり目立つでな。目立つでしょうね。ね、これすごく目立つと思います。ちょっとボンネット一回閉めます、はい、今のところクラウンシリーズで一番好きっすわ。うん、まあ、あの好みがねあるんですけど、はい、まあ、あの近々今年2024年にはね、はい、エステートって言ってステーションワゴンタイプも出ると思うんですよ。ほう、もうあのそれも近々発表だと思うんですけど、まあ、これで今クラウンシリーズの 4シリーズが出るうちの今だいたい基本は3つは、はい、出揃ったって感じですね、はい、クロスオーバーにスポーツにセダンというのが、はい、で次最終的にステーションワゴンタイプというのが出るというこの4タイプになりますんで皆さん頭に入れておいてください。それも楽しみですね、はい、一応シートは2種類、はい、色は2種類の中から選べるんですよ。今回はお客さん黒を選んでいただいたので、はい、こういう感じの 色味になりますね。でゴールドステッチがねちょっと目を引く、はい、そうなんです。ゴールドステッチがねいいと思います。それは選べるんですね。シートの色、そうなんです。シートの色は選べるんです。これはまた違う色もねもしあれたらご参考までに他のネットで調べてもらったらいいかなと思うんですけど、はい、いやいい車ですわ。 いい車ですわ。うん、一回出始めの時に一回ワインレッド見に行ったもんな。見に行きましたね、うん、あれもやっぱりワインレッドもかっこいいなと思ったんだけどやっぱ黒の方でちょっと、ね、やっぱり目の前で見るとかっこいいです。かっこいいです。このかっこいいクラウンスポーツぜひあのトヨタさんでまあうちの方でも取り扱いしてるんですけど、はい、はい、あのアルファードベルファイアだけではなくてこちらの車もしくはボクシーとかもね、はい、十分扱っております。またお声掛けください。ください。はい。ということで、クラウンスポーツの紹介となりました。お。次回、はい、何を紹介しようか。しょうか。ね、ちょっとあの今年は趣向も凝らして、はい、いろんなパターンでちょっと撮影もしていきたいなと思っているので、お。ぜひとも今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。はい。お疲れです。お疲れ様です。はい。